わかった、それは現代にはびこるカルマ。知的生命体から知性を抜き取ったような、チンパンジーに近い生態が特徴である。わかったと名がついているが、最近ではツイッターよりも、TikTok や Instagram といったサイトに多く生息していることが知られている。は、なんで俺らがツイッターで晒されてんの？しかもみんなアニメのアイコンのキモい奴らばっかじゃねえか。タイマンも晴れねえくせに調子乗ってんじゃねえよ。彼らには、自らの集体をわざわざネットを通じて全世界に公表するという、自爆行為をする習性があり、彼らは三度の飯よりも目立つことが何よりの大好物なようだ。そんな彼らの生態は、しばしば悲しい結末を連れてくる。ここが、夢にまで見た、由緒ある慶応大学の正門、なんて豪華なんだ。俺はハカリズム。今日からこの慶応義塾大学に通う、ピッカピカの大学生だ。高校受験は失敗しちゃったけど、そこから死に物狂いで勉強して、偏差値40の高校からこの慶応大学に現役合格することができた。リズム君はどこから来たの？島根から上京してきました。へえ、島根から。はい。都会で暮らすの初めてなのですごい緊張してます。若いね。まあそのうち慣れていくさ、いっぱい飲んでいっぱい遊んで大学生活楽しもう。高校生活、周りの友達は遊んでばかりで、誘惑もたくさんあったけど、慶応大学に受かりたい、その一心でひたすら勉強し続けたんだ。その血を吐くような苦労が、ようやく報われた、この時はそう思っていたんだ。あの事件が起こるまでは、久しぶりだな、ゆう。なんだ、リズムか。久しぶりだな。こいつは俺の兄弟の墓ゆう。地元の大学に通っているが、勉強をサボって女遊びとパチンコとラーメン屋巡りにばかり興じていたら、浪人が確定して大学に進学できないでいるまあ、いわゆる落ちこぼれだ。どうだ、大学は、彼女とかおるん？まだいないよ。だろうな、だろうなってなんだよ。ゆうは正直言ってかなりアホだ。大学入試の時にはパソコンの使い方がわからず、ウェブ出願の期間を逃して第一志望を落とした。小学生まで遡るといたずらで線路に石を投げて電車を止めたこともあるし、親父の車を勝手に動かして人を跳ねそうになったこともある。ゆうが何かをやらかすたびに俺の両親はいろんな人に頭を下げなければならなくなり、この家はゆうに振り回されていると言っても過言ではない。はっきり言って俺は、ゆうのことを見下している。てめえらか、私のうちめちゃくちゃに仕上がったのは。申し訳ありません。本当すみません。あれ、姉ちゃんヘッドホンつけてる。何聞いてんの？ゆう、頼むから空気読んでくれ。サチモスのガールフューチャリングヨフだよ。若干古くて悪かったな。あ、サチモス俺も好き。またゆうのせいで面倒なことに巻き込まれてしまった。両親だけでなく俺まで頭を下げなければならない。ゆうがもう少しお利口な人間だったらこんな面倒にならなくて済むのに、ずっとそう思っていた。そんな中で、事件は起きた。それで、究極神魔オーゼウスを覚醒進化させると覚醒遊戯オーゼウスになるんだけどね。あ、先輩、電話ちょっと出ていいですか？失礼します。もしもし、お母さん、どうした？うんうん。え、ゆうが警察に。ウェイ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 。今から高速で電車をかわしたいと思います。いや、それはえぐいて、こんなんやったら伝説になりますやん。映画みたいに電車の下くぐり抜けてよ。いいぜ、電車に引かれる寸前で電車をかわして床の下に潜ります。ゆうは、作動している踏切の中に侵入するという迷惑行為をし、電車を止めてしまい鉄道会社に多大な損害を与えたとして警察に逮捕された。ゆうは線路上に立って、電車に引かれる直前で電車をかわすというパフォーマンスをしようとしていたらしい。だがゆうはクソバカなので、線路上に人がいると電車は非常ブレーキをかけて止まってしまうことを、理解していなかったらしい。バカすぎて殺したいとすら思わん。なんであいつらはアホなことをして、それをわざわざネットに上げてしまうんだ。ゴキブリホイホイに入っていくゴキブリじゃないか。その場のノリが楽しければそれでいいなんていう目先の欲求のことしか考えられず、俺たち家族だけでなく何万人もの通勤客にまで迷惑かけやがって。なんか周りからの視線を感じるな。なんだ、今日の俺そんな寝癖ひどいか。先輩、おはようございます。リズム君、今日でこのサークルをやめてくれないか。なんでですか。君の兄弟のせいでこのサークルが潰れそうなんだよ。ツイッターでリズム君が踏切に侵入して迷惑行為をしたという誤った書き込みがすごい勢いで拡散されている。おそらくこのツイートの主は、君とそっくりな顔をした兄弟である墓優君と間違えて、君の情報を特定して、拡散してしまったんだ。その時に君の所属している、このサークルも特定されてしまい、犯人にされてしまった君の所属しているこのサークルは動物園だのゴミためだの散々な言われようだ。このままではこのサークルを潰さなきゃいけなくなる。すまん、サークルのためだ、二度とここへ来ないでくれ。あいつ最近有名な踏切入って電車止めたバカッターじゃね。あの慶応大生でしょ、なんでそんなことしたの？どうせ両親がすごい金持ちとかで、裏口かコネで入学しただけのおバカさんなんでしょ。慶応大学とか行くような人がバカッターなんてなるわけないもんね。俺と有配一覧性ソーセージ。だから見た目も売り二つで、見分けがつきにくい。街中の人が俺と優を勘違いして、俺を指さしてバカッターと笑ってくる。人生で体験したことのないような理不尽だった。優のやつとそっくりな双子じゃなければこんなことにはならなかったのに、ただひたすらに優のことを俺は恨んだ。ではこれから面接を始めます。まずお名前とご出自の方と、それから本日弊社までお越しくださるまでの、経路についてお話しください。はい、慶応大学理工学部から来ましたハカリズムと申します。御社には、まず電王電鉄イボの上線の笹々駅から乗車し、ニャンニャンエキスプロード駅で乗り換えのため下車。そこから JR 運行線に乗り換えて御社の最寄り駅であるクソホジリ駅で下車。よし、最終面接も絶対に大丈夫だ。終始ハキハキと話せたし、論文の実績もちゃんと話した。大学生になってから必死に磨いてきたプログラミングスキルと TOEIC880 点もあの会社に適したアピールポイントになる。間違いなくあの会社には合格する。と信じたい。
で一社も受からないんだ。慶応大学でプログラマーでTOEIC 880点で論文で賞取って、それでどこの会社も受からないなんておかしすぎるだろ。は。まさか。この墓君って子なんだけどね。ああ、この子ね、履歴書見る限りすごい優秀じゃないですか。なんで落としちゃったんですか。いや、ツイッターで検索かけてみてよ。それから俺は、結局たまたま受かった中小企業に就職。サービス残業パワハラモラハラなんでもありの最悪な職場だったけど、なんとか3年間働き続けた。けど、3年経って、俺の心の糸がぽつりと。切れた。